小倉北警察署は、福岡県警察が管轄する警察署の一つ。北九州市警察部が所在する。北九州地区に属し、北九州市小倉北区全域を管轄する。管内に指定暴力団、工藤会の本拠があることから、暴力追放運動の最前線でもある。都心部も管轄するため、取扱い件数が多いのも特色である。小倉北区には、市の拠点域である。 小倉駅や、リバーウォーク北九州、魚町銀店街、セントシティ、伊ズ屋そして、チャチャタウン、小倉などの集客施設。また、歓楽街であるか次長、ョ町、高屋町があり、繁忙な警察署として知られる。大規模警察署であり、署長の階級は、警視制。庁舎には、小倉北警察署のほかに、 北九州市警察部、暴力団対策部北九州地区暴力団、犯罪捜査課の3機構が所在する。また、福岡市博多区にある警察本部が災害発生等により使用が困難となった場合、小倉北警察署庁舎を第2の本部庁舎としての本部機能を兼ねる庁舎として指定。1928年に建てられた2代目の小倉警察署。 1965年に移転、副所長の他に、警視総当職として、会計、生活安全、刑事、組織犯罪対策、交通、警備、地域の7管理官を、課長の上に置く。小倉北警察所長社内には、暴力団対策部北九州地区暴力団、犯罪捜査課、北九州市警察部機動警察隊、特別遊撃班。 小倉北警察署組織犯罪対策第一課暴力犯、第二係が、また館内には、境町特別対策隊、第二機動隊暴力団総合対策部隊が、組織され、指定暴力団、工藤会に特化して集中取り締まり、暴力団犯罪捜査、実態把握をする、警察活動は、全国的に異例のことである。交番については再編で一部所轄範囲が広がった。 ありがとうございます。